で始めさせていただきます。本日は大変忙しいところ、日本ペンクラブの最新刊憲法について今私が考えることを読者発表にご来場いただきまして誠にありがとうございます。私は司会をさせていただきます、作家の松本裕子と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。今日初めてこの日本ペンクラブにお越しいただきました記者の方はちょっとあれですよ、手を挙げていただけますか。 ありがとうございます。どうもご来場本当にありがとうございます。では最初に簡単に1分くらいですけれども、日本ペンクラブについてご紹介をさせていただきます。今日皆様のお手元にこの This is the Pen 日本ペンクラブガイドという資料をお配りさせていただいております。で詳しくはですね、設立の経緯、また活動組織について、また歴代会長につきまして詳しくご案内させていただいておりますが、簡単に申し上げますと、日本ペンクラブは昭和10年1935年に発足しております。その前のこの満州事変をきっかけに日本が、国連から脱退をして、国際的に孤立したことをきっかけに、ロンドンに本部があります国際ペンクラブから日本の芸能人が世界の自由なこの芸能の舞台とつながっているようにということから、日本ペンクラブが国際ペンクラブに加盟をして昭和10年に発足しております。そして戦時中はいろいろな言論弾圧のために一時的にはこの実質的な活動は中断しておりましたけれども、戦後また島直哉会長で活動を再開しておりまして、現在に至っております。現在は第17代会長の吉岡忍さんが会長を務めておられます。はい、では今日のこの憲法について今私が考えることでございますが、皆様のお手元に目次のコピーをお配りさせていただいております。どうぞご覧くださいませ。栄養の縦のチラシでございます。はじめにということで、吉岡会長から総論ということで、まず大学のエッセイがございます。そして全体が第4構成、4つの内容からなっておりまして、第1章は戦争を知る世代、ほぼ他にも戦前の生まれる方、戦中の生まれる方いらっしゃいますけれども、戦争を記憶している方々で、戦前戦中の生まれの方の戦争を知る世代の言葉、エッセイでございます。そして第2章は、一部戦中の生まれる方もいらっしゃいますけれども、基本的には戦後世代がそれぞれ憲法についていろんな観点から書いたエッセイ、随筆でございます。沖縄の観点、戦争中に亡くなった叔父について、あるいは象徴天皇について本当にいろんな観点から書かれています。そして第3章は憲法改正そのものに的を絞ったエッセイとなっております。そして第4章は創作者の団体でございますので、創作ということで短歌、俳句、そして中村伯夫さんの歌舞伎喜劇と申しましょうか、そしてドリアン・スケッカーさんの創作を行っております。で短歌、そして俳句はですね、これを編集いたしました日本ペンクラブの平和委員会の平和委員の方で基本的には作品を選んで編集をしております。皆さんたくさんの作品がある俳人の方ですので、戦争に関する作品を高野光雄先生をご自分で選ばれていますが、金子東太先生、今年は亡くなりになっています。そして黒田京子さん、馬場子さんはペンクラブの編集委員会の方で作品を選ばせていただきました。大体このような内容になっています。そして書き手の経歴につきましては、本の巻末に執筆者紹介というものがございまして、その執筆者紹介のコピーもお配りをさせていただきました。簡単ですが内容はいかがでございます。では次にこの本を企画いたしましたペンクラブの平和委員会の委員長の、また弁護士の秋川さんにご挨拶をお願いいたします。では企画委員長よろしくお願いします。今日は執筆者の方々がたくさん来られていますので、
質問の時間もきちんと確保するためになるべく短く簡潔に、企画の意図その他若干個人の思いも入るかもしれませんけれども申し上げたいと思います。弁ずる商売ですのでつい長くなりがちですので、そうならないように原稿を作ってまいりましたのでちょっと朗読のような感じで、恐れ入りますがよくわからなかったので、原稿なるものをもらいたいという方がおられましたら用意してまいりましたのでどうぞ差し上げます。ちょっと読む感じで、失礼をします。2年前から憲法についての発言を集める本を出したいとファンクラブの中で考えてまいりました。2018年のに入った年を越す頃からこの企画が本格化し企画書とお願い状を出しましたのは2月のところでございました。7月には出したい、ということで、作家の方々がお忙しいので、7月には出すとすると6月ぐらいというふうに考えて1回目、2回目、3回目ぐらいの締め切りを考えまして出しました。出したい、7月に出したいと思っておりましたがしかし9月になってしまいました。9月20日に安倍さんが総裁参戦をされて会見について強調をされておりますけれども別に最初から9月21日を狙ったわけではございません。2番目に申し上げたいことは私のキーワードでは盾という言葉を使いました。臨時国会への改憲案の提案、天皇の退位の参議院選挙前の改憲発議など安倍晋三という政治家の前のめりな改憲志向については報道が十分伝えております。しかし改憲がもたらす日本の未来についての事実の報道が不十分であると考えます。論評議論も甚だ不十分であります。沈黙と諦めと忖度の空気が充満しておりますがこの沈黙を突き破り憲法について大いに真正面から語り発言する言葉を残したいと考えました。これが今進みつつある改憲の暴走に立ちはだかる盾になると私は信じます。次に2億というキーワードですが44名の作家の方に、書いていただきましたが、ほぼ共通するのは自由と平和に対する非常に強い、志で、ございます。その自由と平和に対する強い思いを表現者の経験と表現者のご自身の人生の経験とこの国とアジアの歴史の体験執筆の体験を反映した言葉で綴っていただいていることがこの本の魅力になっていると思います。執筆者の特徴について触れますと、一つ沖縄の方に参加していただいたというのは今のすごい大きいと思います。芥川賞作家の又吉英樹さん、チムグリサ沖縄で2017年の秋田先駆け文学賞を取った大城貞俊さん、5月の沖縄の平和の日の集いで日読という言葉を一挙に、メッセージで発せられました八重陽一郎さんなど沖縄文学の有力な働き手の方が発言していること、金子桃太さん、黒田京子さん、高野睦夫さん、馬場明子さん、谷川俊太郎さんなど
短視系詩人の方も参加していただいているほど、俳句歌人詩人の参加をもういただき、書いていただいていることは一つの特徴と魅力であると思います。次に、最後にまとめでございますけれども、棚というキーワードでございます。ある大型有名書店でこの本がなんと法律のところに並んでいるというのが大いに不満でございます。ロースクールや弁護士の人たちに読んでもらうことも大事ですけど、大事ですけれども書店の関係者、読書新聞の方がおられればぜひその方に、私の希望としてはさっきちょっと、ね、平和委員会で笑われたんですけど、運営書も棚に置いてほしい。少なくとも一般書の平、まあ平にはなったんですけど、でも憲法のところで平になってしまう文学ファンというね、普段憲法のことを考えていない人たちのところにこの本がスッと入ってくることをぜひ、いろいろとお伝えをいただきたいと思います。以上、私のなるべく長くなりすぎないようなメッセージでございます。よろしくお願いいたします。では吉岡忍会長からご挨拶よろしくお願いいたします。吉岡でございます。ペンクラブが憲法に関する本を出すのはこれが2冊目になります。1冊目は戦後50年の時だと思いますけど、井上久志さんの編集で考えていたという本を出しております。その時はその内容ですけれども、その内容はですね、主に戦後憲法について、民法憲法について語られた文章の中からですね、過去に出されたものを編集して、そして一冊のこれは文庫ですけれども600ページのかなり分厚い文庫ですが、これを出しています。で、一体憲法というものはどういうふうにして生まれてきたのかもしれません。その前には大変悲惨な戦争の体験がありますけれども、そのことを踏まえた憲法論を集めたものが出てきました。で、それ以来20数年ぶりに今回私たちを出すということになります。で、その前の本も読んでいましたし、今回の本もそうですけれども、ずっとこの戦後一貫してですね、日本国憲法というものがいつもこう危機にさらされているということを感じます。単に憲法の条文をどうするのか、あるいは憲法に9条に新しい項目を加えるのかとか、緊急事態条項をどうするのかとか、教育を課題にするのかどうかとかですね、そういう議論のされ方もが多いです。最近多いですけれども、国の形というものが変わる、それを変えていいのかどうか、いや変えるべきなのか変えるべきではないのかという、もっとこう時代あるいは歴史まで遡って、議論する場というのが あまりないのではないかという危機感を私たちは持っていると思います。で、ペンクラブとして憲法をどうするのかという統一的な見解というのがあるわけでありますが、今回の一連のこの目次を見てもですね、語り方も別々なら、彼ともちろん内容も違いますし、自分がそう考える根拠となっているいろんな経験とかエピソードとかああいうものも全部一人一人が違います。で、その違い、この多様性というものが保障するということが憲法にとって最も大事なことだというふうに私たちは考えておりまして、ですからよく言われるんですけど、憲法は結婚問題でどう思うんですかと質問されますけれども、そういう統一的な見解を出そうと思って今回の本を作ったわけではありません。むしろ多様性をどう保障できるのか、保障するのかということの中に、自由の問題があって平和の問題があるというものが含まれているんだというふうに思います。皆さん、それぞれの執筆の中でおそろってますけれども、それぞれの思いがあると思いますので、きっとこの意見が違うだろうと思いますけれども、それが大事なんではないかというふうに思います。ありがとうございます。この本の担当に吉岡主任会長の初めにという文章がございます。そこに四代会長の川端康成のエッセイから、戦争を一日でも先へ延ばすことが
いわば最終戦であろう、というふうに川端康成四代会長のエッセイを引用されています。そしてそれを受けて、吉岡忍さんが、それから今私たちが2作目の本書の、この 前書の提言ですね、川端康成の戦争を一日でも先へ延ばすことがいわば最終戦であるという提言を受けて、目の前に押し寄せてくる非憲法的状態に敏感に反応し、私たちの反応を正直にかつ点々バラバラ自由に表したものであり、憲法を一日で戦争を一日でも先へ延ばすための最終戦に関する私たちからの中間報告でもあります。この本は戦争を一日でも先へ延ばすための最終戦に関する私たち表現者の中間報告としてまとめたものであるというふうに前書きを示しております。では今日はですね、執筆者44名から今10名が今のところ出席しておりますので、これ50音順になってますが、あの今日落合恭子さんが大変お忙しいということで、ではあの加賀音彦先生からお願いいたします。はい、あのご順次で今厚野さんをお話しなさいました。何を始めるんですか？何でも、はい、それに関しての思いを語っていただければ、はい、いや私はもう加賀音彦さんって作家の年を取っちゃって、いつどうなるかわからんので、何か頼まれると一番先に原稿を先に書いちゃうんですね。でこの中で僕の原稿が一番早かった。それ言いたい。それ言いたい。そしてもう一つは、憲法を論じるときに基地の問題、基地、軍隊の基地、これがある限りはいくら憲法があっても、日本は自由じゃない。自分に日本が、独立国として自由を得るためには外国の軍隊が基地を持って、あの統治の場所を犯すというか、まあ、そこに居ついてしまうというのが70何年か続いているわけですよ。そうすると皆さんは、平和平和と言うけど、日本はアメリカの軍隊の尻馬に乗ってどうしても参戦せざるを得ないという状況にいつも追いやられているじゃないですか。そうすると一番大事なのは危機をなくすっていう、そして、独立国としてある以上は自由を得ると、別に外国のあの人たちの顔色を伺って、そしてその次にじゃあ平和にしましょうって言うんじゃなくて、大体だんだんあのアメリカっていう国は怖くなってきましてね、この頃このまま行くと日本は、いくら平和平和と言ったってアメリカの軍は日本の領地に取って一番大事なところを取って、そしてあの戦争に行くじゃないか。アメリカが戦争に行ったということは朝鮮戦争もありましたし、それからベトナム戦争もありましたし、まあずっとその全てのあ世界の世界の戦争をした国のを日本はちゃんと養ってあげているんですよ。そうするとその日本の人の自由っていうのはないんじゃないか。少なくとも自由は
ないとは言えないけれども、まあ、だんだんそういう意味では怖いプレジデントが今度も現れてきますと、あの人たち何を考えてるかよくわからないし、今までは70年間アメリカのために一生懸命にやってた日本人にとってはとても心外なことをどん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 言われてくるし、もう日本人は目を覚ませっていうのが私の気持ちです。ありがとうございました。風岡子先生、1929年の生まれで、この第一章、戦争を知る世代にご執筆をいただいております。では次に、また50音中なんですけれども、原作家の岳信也さん、お願いいたします。こちらとか。すいません、予定にないのにどうしてもお話がしたいことが受け出してきたのですが、はい、こちらです、今年の夏から初秋にかけて大変な自然災害が襲いました、西日本の豪雨もそうだし、近畿を中心とした台風21号もそうだし、北海道の胆振東部の震度7の地震もそうだったし、そして悪いことに30日沖縄の知事選がありました。どうやら24号が沖縄に上陸するかもしれない。そうなった時にいろいろ心配なこともありますが、私はいつもそんなこと考えるんですね。防衛より防災だと、市民の命は何だと、人の尊厳をどんな風に思っているんだって、こういう話になって私はいつもの抗議行動の時にそうなってしまって、もう少し優しく言いますが、9月の半ばに数日間韓国に行ってきました、韓国で行われる本に関わる人間は平和に対して一体何が可能なのかっていう、コーナーのようなものに聞いたりと言ってきたんですが、お話をして、会場からの質問というところで韓国の方がお一人次のようにおっしゃいました。一つは原発についてですが、日本は大変から何も学んでいないのですか。どうしてそのまま再稼働が続くのですか。その他諸々について日本は大変また危険な国に向かうのではありませんという質問でした。私に考えたことは返事申し上げたんですが、こんな風にまた近隣のアジア諸国の方々が感じておられるのかなということを、まさに、言葉にされて突きつけられたという気がしています。もう一つ、帰国してすぐなんですが、トルコからいらっしゃった日本側の方を選出しようとしていますが、女性ジャーナリストが取材に見えて同じように質問をされました。で、日本国家私たちが輸出すべきものは、やはり日本国憲法に書かれているような主権在民であり、平和主義であり、そして何よりも基本的人権なのだろう。それが今、ないがしろにされそうな恐れがあるということが、私にとって恐れです。恐れといえば、米国で、モーターゲート事件のですが、いろいろな形でワシントンポストの記者としてまとめられた、発音されました、ウトワルさんですね。ウトワルさん、大変有名な、今でも74歳でワシントンポストの現役記者というのがなんてすごいんだろうと思いますか、年齢的に。今度、フィア、恐怖というものがまとめられたんですが、早く翻訳が出ないと待ってるんですが、側近が現大統領についてどのようなフィアを感じ、どのようなかをまとめられた本だというふうに聞いていますが、米国では大変な客なのね、もうすでに予約だけでというのを聞くと、そうだよなと思いつつ、日本も今フィアの中にいませんかという大変な疑問のようなものがあります。ドナルド・トランプさんもやっぱりどう考えても不思議な方ではありますが、日本の強制時のもとに
何でもありの時代を迎え、そして会見に向かっていることは私はやはり怖くて仕方ありません。私たちの真ん中に、もし心の真ん中にあるものがあるとしたら、それはまずは命でしょう、子どもたちの未来でしょう、私たちが手渡すところの当たり前の日常生活でしょう。それらが全て破壊される方向に行くことは、私は別に作家としてとか編集者としてとかそんなんじゃなくて、一市民として何があっても反対し続けたいという気がしています。そしてもう一つはメディアの方にお願いです。福島第一原発の事故が起きた直後、私は社会は忘れさせていくシステムに満ち満ちているという文章を新聞から忘れちゃったら書いた記憶があるんですが、今でも忘れさせていくシステムに満ち満ちているじゃないですか。東京オリンピックもさまざまな、次はこうだ、次はこうだと、もちろんオリンピック のアスリートを否定するつもりはありませんが、あのような書き方って私たちを忘れさせていくシステムに向ける、同時に私たちの内側にも面倒なこと言ったって何にも変わりはしないしさという忘れていくシステムがあって、忘れさせていくシステムと忘れていくシステムがドッキングしたとき、私たちはいろんな大事なことから知らない間に目をそらしてしまう。それがとても怖いです。誰もが流されなくて済むはずの涙が流されるのは犯罪ですとおっしゃった彼女です。最近物忘れか、1945年生まれとしてはひどいですが、物忘れがひどいのですが、あ、ローザルツセンブルから直接はね、そうですね、その言葉をもう一回自分に問いかけて、流されなくて済むはずの涙が流される時代を再び私たちは指摘して迎えてはならないという気がしております。以上です。ありがとうございました。では各市役所のご覧いただきます。皆さんもうちょっといろんなお話を伺いたいんですが、本当に3分くらいでごめん、すみません、今ちょうど落合さん先にやっていただいては、最初から宣伝すると、明日発売で菅直人という3.1の受賞だった彼と一緒に脱原発党宣言という本を出します。それで、その菅さんとの話を引用しながらこの話したんですけど、菅さんはもちろん9条は反対なんだけれども、いろんな解散権があるようにさせたり起こしたりとか、変えなければいけないところは変えることなんてやって言うんですけれども、それに対してやはり菅さんがちょうど、お経一つ上、もう一つ上が落合さんかそれは用意してありますから、だからいわゆるすいません、戦後レジュームとともに育ってきているわけですね。で、戦後レジューム批判されると、なんか本当自分のうち、面白いって僕書きましたけど、自分のうちを壊されていくような、そんな気がいたしまして、でじゃあ何がいいのかというと、戦前レジュームってなってしまうわけで、で亡くなった小坂慶さんがもう今は戦前であるっていう言葉を僕も利用しましたけれども、大変怖い時代である時代になってきたと思います。でやはり団体的と言いますか、僕は菅さんと全く違う、同じなんだけど考え方はでも違うのは、とにかく一個でも変えたらどんどんなし崩しのうちに壊れてしまう。で愛の一血天下の破れという言葉を僕も引用したんですけれども、これは本当は愛の一つの穴から全部壊れてしまう、だからちょっとでも手をつけちゃいけないんだよという意味なんですが、僕はわざとそれを逆にとって愛の一血を守るというふうに、で九条が愛の一血であるというふうにわざとやってしまったのですが、これは僕どっちかというと歴史小説を書いている方なんで、孫子の兵法とか一生懸命読んでるんですが、石膏は悪いってよく言いますけども、石膏は拙速です、ごめんなさい、拙速は遅延に勝る、公園に高知に勝るんですね、すいません、拙速っていい言葉なんですよね。でそんなようなこともあるので、一結もそういうふうに捉えていただいて、とにかく油断はするなと、救助を守り抜こうという気持ちで書きました。以上です。ありがとうございます。
では SS とフリーライターの花井直子様よろしくお願いします。私はライターとしてこの原稿を書いたというよりも、一人の母親として一人でも多くのお父さんやお母さんに届くことを願って書きました。自衛隊を本救助に書き込むという会見は、未来永劫自衛隊員を集めなければいけないということです。その未来永劫を集めなければならない自衛隊員は誰がなるのかということです。日本は生まれる子どもが減り続けています。昨年はベビーブームの半分になりました。一方、若い人の引きこもりや行方不明、自殺者は増え続けています。ということは、24万7千人以上必要な自衛隊員には誰がなるのか。災害救助の自衛隊員の働きにはもちろん感謝していますが、でも集団的自衛権の行使が容認されてから自衛隊員に なりたくてもなれないというか、任務の中に戦争で人を殺すかもしれない、殺されるかもしれないというのが加わってしまいました。採用年齢を30歳まで引き上げるという話も出ていますが、現在もその人数を確保できていないという状況です。それでも集まらなかった、30歳まで出してもそれでも集まらなかった時はどうなるんでしょうか。お母さんは自分の子供に戦地への行く自衛隊員になるのを望むのかどうか考えるきっかけに本当に課題に立つことは、そういう今お話しした通りの素晴らしい手を取られたし、また結構中産庁の人は個人として尊重されるという人の大切さについても書いておられます。では今日出席予定の下中秋子さん、まだご到着ではありませんので、高橋千早さんお願いいたします。はい、副会長の高橋千早さんです。はい、嬉しい姿勢が今日の会場の末に高橋一花であります。私はこの本を憲法について私自身の考え、は極力少なくして、憲法とはそも何ぞやという読みを書いていないとかになってから、この日本帝国憲法、さらに今私たちが、この憲法にしたものなんですけど、日本国憲法、この憲法の歴史について、書かせていただきました。やはり今を知ること大切です。未来を考えることも大切です。ついつい、過去を忘れてしまいます。やはり過去はあって未来があるわけでありますから、ぜひ、この国の歴史も、知っていただきたいと思って、書きました。ぜひ読んでください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、確かに高橋千早さんのエッセイは、その大日本帝国憲法というのが、その天皇から臣民に対する命令として書かれていること、また戦後政府がですね、国民の防衛のために自衛隊の海外な派兵も行わない、また侵略性の高い航空母艦とか長距離ミサイルを持たないというふうにずっと提言してきたことが、だんだん実質的にそれが裏切られていることなど、本当にその憲法の歴史、解釈の歴史をきちんと捉えたエッセイを書いておられます。では中西進先生、よろしくお願いします。長く喋ればキリがない重要な人物で言います。ストップをかけまず、私たち誰も平和の寺に好きな人はいないというんです。ごめんなさい好きなうち誰も戦争は好きな人はいないというとしたら、平
権力者あるいは庶民だけだと、ただ人間として年が平和だそうで、でなぜそれが戦争になるかということが分からなければ、これはちょっと特殊な事情の説明ですから、これはいつまでたっても泥棒はいけない、殺人はいけない、同じですね。それを今度はきちんと言う本も3冊目として出しませんか。いっぱい例えば軍備はいらない、それじゃ攻められたらどうするか、いや困る、いやだまんじゃない、そこで決まってるんです。そうじゃないんだよということを言う本を作り出せなかった。でそう言ってるのは私は3人いると思うんです。今まで1人はアシアカオフです。2人のアシアカオフ、9万人の人間を殺して戦争をやめたと。じゃあこれからやめてどうしようかと言ったら、じゃあ国境国に移りましょうと言ったのが第1日。2番目は W12 で時代が下りますけども、11章の憲法というのを作った聖徳太子ですね。これは前年まで白木と泥沼戦争をしてまして、なんか入院初期に戦いをやむと書いてある。その翌年に出たのが実証の憲法ですから、終戦憲法ですね。その終戦憲法の第一が何かと言ったら、戦争はやめようとは我が家に言った。じゃあどうするのというのが24に書いてある三方を頑張るんです。だからこれもアシアコマの真似をして仏教を興味に行くといった2番目の件ですね。3番目には山田王国という万発の頃の留学者がいますね。でその人が書いているんですが、とても話を書いてまして、一つの小さな国の大臣が、申し立てをした。で、うちは両方の大国が攻められて困ってる。どうしたらいいでしょうかと言ったら、ひたすら善をなせると言ったんですね。で、これを申したんです。つまり、善というものがあれば戦争は起こらないということを言ったんですね。それと、そのことが我々の上にありますね。確か明治10年だったと思うけど、高井町民が山水城の国を書きましたね。あるいは平野将軍と平和の者とか先生の前で議論をすること、一つは軍備をする、いや軍備はダメだという、でその延々と議論してきて、逆にいや戦争をされて軍隊が攻めてきたらどうするんだって言ったら、ただ破るようなものと、そこから解消して、どんどん前は国が滅びることを言えないと何時間も言ったんじゃないかと言ったという、これでおしまい。はい、その段階、明治4年段階は未だに続いてじゃないかと。じゃあどこにその原因があるかというと、これ大国を意識した途端に今期も起こってきたんですね。やっぱりそうです、大国を作りました、その点に育てられました。だから一人もそうです、大国というものが意識した時にそうなりました。それは日本は小国主義でしたね。明治4年段階は18年間で大国主義になりました。そこで戦争と平和の問題が起こってきた。それは聖徳太子が次の仏教、兵庫仏教でしたと、あるいは申し立てしたとか、ご存じゃないんですね。それと同じ平成版、まあね、変わるのかな、何となった丸バス版、そうですね、これから書かなきゃいけない、みんな分かってますよね。だって戦争と平和って言ったって、対立したことにならないでしょ。戦争すると言うと平和すると言いますよ。もう全くそんなところから我々何も解決してないわけですね。そういうことです。で、それをちゃんと言ってるのは、バーサンが行われる、出されたトルストイ、あっちも出しましたね。あの中で、バーサンのセルストコーリーでしたっけ、トルストイの方が書いてますね。開港の失敗を戦争で、つまり血で賄うことができないというふうにトルストイは書いてますね。つまり戦争とは何かといったら、いつかかって、外交に対する概念なんですよね。で、その外交が失敗したときに戦争するという、失敗者になるんですよ。平和とは全く対立してないんですね。平和というのは人類の起源ですよ。すると、外交の失敗というものを対立させて、戦争と平和というものだから分かりにくくなっている。そんなことが世の中にあってですね、母さんおっしゃった規定というのは大賛成、いや大賛成、大賛成。今日で私はもうこの辺、九州都市を創設された人間ですからね。あるいはこの辺でみんなが本格的に期待を転がっているのを見たりしないですから、そんなのは好きなわけないですよ。私は強制が大嫌い。何でも。何だと言ったらもう散々強制されます。だから私は大嫌い。そんなことなら、いや、どうするんだということはないから、なぜ基地がなくていいのか。
方向性は記者のピンだったんですね。ですから、センター側の私たちは被害を被ってるんですかね。国を戦争から守るというのは政治家ですよ。これ見つかりじゃないですよね。これを見つかりそうにしないもんだから、三浦さんのことはさっき国の形っておっしゃるから、そういう形で柴田さんなんかがポイントしましたよね。だから、政治家にとってみれば、他の人間がいいことを言ってくれたら長いんですけど、切実な、非常に切実な政治家が、何かを決定をして、理解を持っていて、決定をするところに起こってきた、そして外交力団体のものだと思っているのは戦争です。それをちゃんと教えるべきじゃないですか、我々ね。はい、ありがとうございました。中西先生は、この第1章で、象徴天皇について、ご覧いただきます。では、次に中村教官、創作第4章の創作ご検討を書いていただきました。よろしくお願いします。憲法論議っていうのは私はよくわからないんですよね。長い間ずっと言う人たちが言ったんですが、なんか一つの共通した視点でもってこう争っているという感じがなくて、みんなこう空中戦でですね、勝手な方向で言い合ってるだけで何にもこう見ながらないんだ、そういう世界というような気がします。ですから、その中に入ってですね、理論整然とした、なんか感性のあることを聞こうと思ってもなかなか書けないし、私は、要するに憲法と実社会というのはかけ離れていてですね、なんか不条理演劇みたいな感じがずっと強くしてました。で、そういうことを表現するために普通の文章ではちょっと難しいからということで、劇という感じですね、不条理演劇のような形で書きました。題が有効性官房長官ですけど、主役が官房長官で、秘密の憲法に関する別な記者会見をやって、自分の好きな記者たちだけを集めてですね、演説を打つというようなストーリーです。で、この官房長官は、自分はもう、根っからの護憲主義者ということで、なぜかというと、我が党はうやうやしく憲法を立てます。粛々と違反を積み重ねてきて、やりたい公開の政策を実現してきた。だから憲法改正必要ないという論法なんですね。で、しかしながらその、忖度ジャーナリストを大事にしなきゃいけないが、踏んじゃいけない3つの地雷について教えてあげるということですね。一つは司法の崩壊ということで、最高裁判所自体がもう物事の良し悪し、非常に国家の育成に関係するような重大事項に関しては、最高裁では結論出すのはできないということですね。それは砂川事件というのがありましてですね、それは、立川の先の砂川で危機闘争があったわけですけど、その時に地裁が、これは憲法違反だと、安保上は憲法違反だという、そういう判決を出して大騒ぎになったわけですよ。で、アメリカも大騒ぎになって、それで、高裁をパスしてですね、いきなり最高裁で判決して、判決を出してですね、差し戻したわけですね。で、条約、安保条約のようにですね、高度な政治性を持つものは内閣と国会に委ねるべきだという、自ら司法権の力っていうものを放棄してしまったという歴史があります。ここからもうすでに日本にはもう司法というものの独立はなくなったと。三権分立っていうのはありえない。で、ずっとその状態が続いてきているのは、
重要な問題なんて、最高裁まで行くとですね、民事訴訟は勝てるのは 2% ぐらいしかないんですよ。とても法治国家とは思えないものが続いてきたわけです。現実にもう司法が独立性を失ってる。しかも憲法81条ですね、その権利をちゃんと保障されてるにもかかわらず、自ら最高裁がそういうことを言い出して司法というものは全く無意味なものになってしまったということで、まず民主国家の条件である三権分立がもう爆発しちゃった、してしまった。そして、まあそれは統治公用とかという法的な言葉でなんかつじつま合わせられているようなことがありますけれども、そのまま全くナンセンスなわけですね。でもう一つの地雷というのは、憲法は誰が書いたかということ。これは日本の、まあそういう奇跡な人々、民主主義者がいろいろ苦労して作ったんだというようなものと、明治憲法をこう翻訳しながらうまい具合に作ったんだからですね、まあ、日本人が関わったということをなんとなくこう援護したいような論調というのはたくさんあるんですけど、これはもう簡単に言ってですね、 GHQ の25年の死亡関係の軍人が作ったわけですね。それも5日間ぐらいで書き上げたもんでして、だち英語で書かれてるんですよね。自分の国の憲法が英語で書かれてるんです最初。というところからもちろんいろんなそれに対しての精密なですね、日本人も関わったんだっていういろんな論証ありますけど、まずはこの事実っていうのは枠内にできる。でそういうものはですね、全く違った文化と伝統と歴史で進んできた日本にすごくですね合致できるのかどうかという問題に残したままなんですよ、これは。そういう意味では日本は本来まだ、ね、民主主義国家ではないし、そのことを全体として理解してないんじゃないかと。伝統的な血の中にそれが育ってない。市民革命をやったことないのに民主主義なんて分かるわけないじゃないかというですね、そういう反論を、まあ、この官房長官するわけであって、ある意味では非常にそこはよく見なきゃいけないところなんですね。で、まあ、そういう意味で日本の文化というのはセクハラであり、パワハラであるというセパ両輪もありそういう国なんだということはよく見ないですね。なんか言葉だけでいろんなことはダメだというのが僕の問題です。三つ目は要するに安保条約というものを完全に民主主義というのを縛ってるというかさ、今の日本国憲法で言われているような人権とかそういうものを完全に無視している不平等条約になってるわけですよね。でその例書はもういくらでもありまして、例えばその東京の上空を日本の飛行機が飛べないとかですね、今アメリカ軍が全部その航空権を握ってるというようなことをたくさんあるわけですけど、これは安保法体系というものが日本国憲法の上にかぶさっているというこういう構図になっているわけですよ。だからどんなに民主的なことを言ったって安保法体系がそれを否定しているわけですから、それで そこで地位協定というのができて憲法を平気で破っているわけですよ。でそういう状況があるということを3つ目の地雷だということを言ってるわけですね。でこういうこともきっと現実であるから、やっぱり民主主義国家っていうのは自分たちの憲法を条約、外国との条約でですね、金縛りに遭うっていうようなことは許しちゃいけないわけですよね。だからやっぱり民主主義というのはやっぱり独立国家ではないと不可能なんですね。そういう意味で独立してないんじゃないか。基地問題にしたって
沖縄に米軍が上陸してきた時と全く変わってないんですね。その地位協定だって非常に差別的なものですし、そんなもん取っ払わないとダメだということもあるわけです。で、こうしたものすごい複雑で難しい問題抱えて官房長官いろいろ理解してんだけど、結局は自分で何言ってんのか分かんなくなって最後に入るヒトラーみたいなこと言い出したりしてもう一回ドイツとイタリアで組んでアメリカやっつけようじゃないかという叫び声を上げて、しかしこれはオフレコだとつって、去っていくというですね、めちゃくちゃな芝居です。しかし問題点だけはやっぱり逃げないで直面してほしいということですね。まあそんなの。ありがとうございます。これは今の官房長官の方を念頭に置いて書かれています。まあそこからもっと膨らましたらですね。日本人がもうそのまま体現しているような人です。では憲法の制定の過程についてまた違った観点から作家の森田隆一さん、よろしくお願いします。小説家の森田です。安倍首相がかつて、みっともない憲法ですよ、はっきり言って。これは日本人が作ったんじゃないですからね、吐き捨てるように言いましたが、安倍晋三がやりために挙げたのは、憲法全文ですね。平和を愛する祖国民の公正と真偽に信頼してという言葉をめぐって、彼は、他国民に我々の、運命を委ねる、いじましい憲法だとまで言いました。その憲法全文には平和という言葉が繰り返し出てきます。恒久の平和を祈願し、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、平和を維持し、平和のうちに生存する権利を許すと4回も出てきますが、それでは学習国憲法ではどうでしょうか。米国のよりの押し付け憲法だと、押し付け憲法論を日本の馬人は長らく懸念してきました。で、その元となったかどうか分かりませんけれども、合衆国憲法を安倍首相は読んだのかどうか、おそらく読んでないと思うんですけれども、さて合衆国憲法の条文を調べてみますと、ピースという単語は、2回出てきます。ただし一つは平時という意味です。もう一つは平穏という意味で出てきます。日本国憲法のように平和という意味でピースという言葉は使われておりません。そしてさらにまた、憲法24条では法律は個人の尊厳と行政のですね、本質的平等に立脚して制定されなければならない、そして、男女平等を謳っていますが、さて、米国ではどうでしょうか。米国では、各州ではですね、何度も繰り返しこれは議論を戦わされてきましたが、行政の平等は未だに合衆国憲法には記されておりません。日本国憲法がいかに平和と人権を重んじているか、そのことがはっきりと分かると思います。まあ、こんな素敵な憲法を私は変えることを一切認めません。みっともない憲法ですよ、はっきり言って。そういった安倍首相からこの大切な、そしてキュートな日本国憲法を守り行くために、これからも言葉の力、ペンの力を信じていただきたい。まあ、私は小説家なので、小説という文芸作品を通して今までは、自分の思いというものを、物語の中に飲み込みましたけれども、それだけではちょっとやばいなという感じが出てきまして、で今年、日本憲クラブに、入会しまして、先ほど平和委員会というところに入りまして、これからは、少々荒っぽい生の言葉でも突きつけていかなければ、なかなか国民には我々の言葉が一人でも突き刺さってこないと思っています。これからも万全ですのでご協力お願いします。ご需要で飛んでしまいました、すみません。常務理事、そして文芸評論家の野上明さん、よろしくお願いします。野上明です。
1950年に僕が小学校に入学したで、ちょうどやっぱりあの戦後民主主義の模範みたいな世代なわけですね。ということで、まあ、子供の時に、まあ、今回はあの暮らしの中に憲法があったということで、子供の頃の民主体験の為替法があったんですけれども、子供の会話、日常会話の中にも憲法ってことも出てきたし、それは憲法違反だよとかっていうことも平気で言ったりした時代なんですね。でそういう時代が、まあ、あっという間に、今から何年何年経つ間にあのどんどん風化して、教育の中でも憲法そのものが風化していって、それでまあ、あのそれこ そ, その政権の中枢にいる人たちでさえも、憲法を平気で切りにじっちゃうし、立憲主義なんてことは考えもしないというような状況になっているような形にどんどん風化してきちゃっている。でそういう中でやっぱりあの僕はずっとその子どもの本に関わってきたりしてますからなんですけれども、あのそんな中でこう憲法がいじくり回されてちゃんとした論議もされない形で、会見が発言されたりしていくということはとっても許せないなっていう感じがするわけです。でまあ、そういうことで、その子どもたちも絶対その自由を見出したくないという思いを込めて、あの今回の原稿を書かせていただきました。以上です。では私、もちろんということを申します。小説家でございます。原稿を書かせていただきましたので、私が書いたものについて簡単に紹介します。あの私も文芸小説家ですので、憲法そのものについてというよりは幕末維新小説、また大正、昭和の文学者たちの小説を書いておりますので、戦後の日本国憲法がなかった時代の人々を小説に書いて感じたことを書きました。まず内容は3つでございまして、明治時代の天皇制国家、大正時代の治安維持法以後の言論統制、そして昭和の検閲について書きました。あの明治時代、明治天皇が幼少期から教育係を務めていた中沼良三という男を副主人公にして書いたんですけれども、この男は天皇を軍隊と武器に近づけてはならない、まあ、今の戦後の天皇は皆さん軍服も着られないですし、軍馬にもまたがらず、軍法、軍刀、刀も持たないわけですけれども、明治天皇、大正天皇、昭和の戦前の大の天皇は皆軍馬にまたがり、軍服を着て刀を持っているわけですね。でその発端がやはり明治の初期にありまして、天皇の教育係であった、まあ、御講書始めも日本で初めて行った中沼良三という男は、天皇は絶対に軍隊と武器に近づいてはならないというふうに明治政府内で主張しましたけれども、その論争、相手は岩倉具視と大久保利通、この人たちが天皇をトップにいただいて軍隊を組織し、そして天皇の兵隊ということで徴兵をするためにどうしても天皇トップに置かなくてはいけないということで、彼は対立をしてですね、政府を辞めてしまい、そして明治22年に制定された大日本帝国憲法で第11条に天皇は陸海軍を統帥するということで、全部の最高指揮官になり、そしてその後年を日清戦争、さらに日露戦争、そして第一次世界大戦、日中戦争、太平戦争とずっと天皇が軍隊のトップとなって突き進んでまいります。で私はもし中沼良三の提言が日本の近代国家を作る初めの時に取り入れられていて、天皇が軍隊というのと全く別の宮廷人としての地位を持っていたら、日本の近代史というのは全く違った形を歩んだのではないかと思ったら、その中沼良三を副主人公にして書きました。あのそうですね、あのこの方もともと江戸時代は学習院の初代教授でしたので、学習院大学に至りましたたくさん資料がある、学者でございます。そして大正時代を、まあ、舞台に、私は大正末から昭和初期に活躍をして、昭和までに自殺をして亡くなった詩人の金子光琳の小説を去年新潮社から出したんですけれども、金子光琳は大正デモクラシーの時代に詩人として出ていきまして、本当に豊かな子供のための自由な子供の心の夢とか悲しみ、
楽しさ、お腹が空いた、お母さんが恋しい、友達と遊びたい、そういう自由な文化が広がって、本当に自由な童謡運動が西条八十とか野口雨情たちの活躍によって広まりましたが、大正14年に治安維持法が制定され、そこで大正デモクラシーが終わってしまうと、どんどん言論弾圧がひどくなって、昭和に入って日本軍が中国に侵略していくと、子どもの悲しい、寂しい、お腹すいたなんていうのは軟弱だと言われて、どんどん童謡が衰退し、童謡雑誌が全部廃刊になってしまうんですね。そして金子みすゞが発表媒体を失って自殺をしていくまでを書きました。この自分が書いていた作品が軟弱だと言われてしまう、この作家の恐怖感、表現者の不安、そうしたものを私はそこと書くのが目的ではなく、まあ、あくまでも金子みすゞを主人公にした小説ではありますけれども、書きながら、死死ともし自分だったらどんなに怖いだろうというふうに思いました。そしてもう一つの昭和を舞台にしたものは、太宰治と一緒に死んだ山崎富江という女の人の小説を書きましたら、結果的に太宰についてももちろん書くことになりまして、太宰は昭和の時は共産党員でしたので、そこで迫害を受け、作家になってからは戦争中は国の検閲によって監禁処分を受け、そして戦後は捨て置き場の民主主義を疑問に思うお芝居を書いてたのに、今度は GHQ によって検閲を受け、そのお芝居が上演禁止処分を受けます。で、太宰という大変難直な女性関係とか飲酒とか自殺願望とか、そういう作家だと思われがちなんですけれども、検閲に太宰がいかに対処していったかということも調べますと、大変興味深いことが分かったんですが、やはりその検閲があった時代の書き手のまた書きづらさ、生きづらさといったものもこの作品を書きながら痛感しました。ということで、私は憲法がなかった時代の生きた作家、また女性について思ったことを書きます。そこから照らし合わせて、憲法の平和主義とか象徴天皇とか行政の平等とか表現の自由といったものがいかに素晴らしいことかということを改めて実感しました。長くなってですね、では私は安静にします。いや、ちょっと予測もいいですか。まあいいです。はい、では以上でございます。では、記者の方からご質問の方は、まず社名をおっしゃっていただいて、どうぞご質問を受けてます。よろしくお願いします。大丈夫ですか。はい、朝日新聞の板だと思います。吉岡さんにお伺いしたいんですけど、初めに言う中で、今日本がその非健康的状態になるというのに書かれてあるんですけど、今回の出版にあたって、この非健康的状態にあるということに関しては共通の理解があって、それをどう感じて、で何を書くか、非常に皆さん自由に書いていただきたいという、そういう理解で、まあ、非健康的、今の今の皆さんの話の中に、例えば第一弁護をどう捉えるのかとか、あるいは自衛隊そのものも、まあ、災害の問題と同時に PKO の質問などを含めると、一体憲法的状況は現実にあるのかどうかということがいくつかもそういった疑問があるわけですよね。そういうことを考えてみて、それは現実認識としては多分議論したことはございませんけれども、多分それぞれの出版社の中にはそれぞれの見方から非憲法的状況についての認識はあったと思います。ですから各モチベーションの一つになっていったと思うんですね。だからそれをどう捉えて、そもそも何を非憲法的というふうに各出版社がどう捉えて、それに対してどう考え、自分はどう考えるかということについて、こうやりましょうという共通理解はなくて、それぞれが勝手にやるというか自由にやることをであったと思います。はい、ペクラコは言論の自由、反戦平和、国際交流というのを、この3つを活動の柱としておりまして、個々人それぞれの思想・心情の自由を尊重していますのでペクラコ団体として刑事を反対とか、そういうことを目指しているわけではありません。本当にそれぞれの表現者が自分の思いを
改正反対。あ、改正反対。改正とか改悪といいますか、その反対とか、そう一枚岩としているわけではなく、緩やかに戦争には反対しよう、表現の自由は守ろうという、こういう緩やかな大きな努力の塊でありますけれども、ここはやっぱりお読みいただけたら分かりになると思うんですけれども、やっぱりいろんな違いがあります。それが素晴らしいと思っている団体。ここに何か、何でも結構出てくれます。こちらは角川書店さんから学芸ノンフィクション研修部から出していただきまして、ペンクラブ の発行物ではないもので、ちょっと今日無料でお配りできないのが申し訳ないので非常に編集者さんが来てくださってますので、どうぞお帰りいただけましたらと思います。よろしくお願いいたします。この後ね、あるんですけどね、まあ、そちらの話になると思うんですけどね、まあ、とにかくこの本作りながらね、いろんなことを考えたんですけどね、これはむしろ古代史の専門家にお話を伺いたいんですけどね、大化の改新というのがあるでしょ。であれが、中野江戸王子が始めるわけですけれども、あれが大体大化の改新が一段落するのは大体70年ぐらいかかるんですよね。うん、まあ、大体こうわーってやって、それでね、あ、そっか、改革っては70年ぐらいでダメになってるのかって逆に思ったんですけど、それでロシア革命って大体70年とかじゃないですか。で、あ、ロシア革命、まあいろんなロシア革命の評価ありますけども、あれも大体70年で、まあ、ちょうど憲法が70年ちょいぐらいですよね。そういうふうに考えるとね、よっぽどのことを考えないと、ほっとばかしにしておくと大体2世代半ぐらい変わるわけじゃないですか、70代になると。大体ね、最初の当初の意気込みっていうのがね、消えていくんですよ。2世代半ぐらい変わるとね。そういう時代なんだなという歴史をこう見たりしてるとね、そういうことも感じるので、いや、日本語憲法だから変えていいんだというんじゃなくて、そういう叱りした状況で変えるとね、ろくなことが起きないというね、変えるにしたと。で、変えないとすれば、ね、何が必要なのかということも考えないといけないんだなということもね、この、いろいろ歴史を見ながらですね、感じました。で、多分おそらくこの後の集まりでは、そういう話をするパーティーになるんじゃないかなというふうに思うんですけれども。では最後に日本ペンクラブ、10月16日火曜日の夜、憲法と表現の自由の現在と未来というシンポジウムを文教シビックショーホール300名で実施をいたします。これ日本ペンクラブの主催でございます。ちょっと趣旨を読ませていただきます。作家やジャーナリストの取材、執筆活動、講演活動などは表現の自由があって初めて成立するものであり、表現の自由は憲法の下で保障されている基本的人権の一つですが、表現の自由は今の日本で本当に守られていると言えるのでしょうか。政権によるメディアへの干渉、政権に対するメディアの忖度、炎上という名で SNS 上で繰り広げられる容赦ないバッシング、自由に物が言えない閉塞感が社会には満ちています。こうした現状は作家やジャーナリストをはじめとする表現者たちが日々の表現活動の中でどのように感じ、どう考えているかを発言してもらい、その声に耳を傾けることでより多くの人々に表現の自由や憲法を自分自身のこととして考えてほしいとの思いからこのシンポジウムを企画しました。ということでございまして、よろしかったら新聞メディアの告知をしていただけましたら、また取材もしていただけましたらと思います。大変興味深い望月磯子さんなど石田純一さんとかですね、大変多彩な方々にご来場いただきます。またもう一つ、これは文学のイベントですけれども、11月23日の金曜日に神保町の東京ドームホールで、ペンクラブ会長の下地明子さん、今極上の孤独、家族という病が合計100万部の大変ベストセラーになっておられます。
また真山仁さん、今テレビ朝日系列でハゲタカというドラマの原作を書いておられます。また森江戸さん、昨年本屋大賞第2位の作家でございます。あのそれぞれが作家の自宅を語るというイベントもございます。よろしくお願いします。この、本の末尾に、裏側にですね、私たちは言葉の力、ペンの力を信じたい、という、コピーを出しました。でこれは私は後書きで、書いたんです、僕はから取ったんですけれども、ここに込めた意味というのは、今安倍さんが考えている救助自衛隊名義にせよ、緊急事態条項にせよ、本当の意図をきちんと出してですね、誠実に出して、この狙いの憲法はこれで、憲法改正はこれでよろしいですか、緊急事態条項にしても自然災害だけではありませんか、テロとか大衆運動の 大きな高揚とか、そういう時に出てきて独裁、内閣独裁というようなことをやり出す、そういうことをそれで国民が選ぶというならいいんです。そうではなくて、事実を伝えないでかすめ取ろうという、言ってみれば騙す力の、騙す多数の力、これが今進んでいる時代ではないかと思います。騙す多数の力に対して諦めず、諦めた時は終わりです。そうではなくて、魂の底から出てくる、もうこれを言わざるを得ないというのが言葉の力だと思います。言葉の力とペンの力は数の力よりも必ず力を持つんだというのが、ここにこのコピーに込めた意味でございますので、皆様よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。以上をもちまして終了させていただきます。ありがとうございます。